はい、こんにちは、タカです。まずね、よいしょ、これ、このインクの乾き具合をチェックしてみたいと思います。これウィンさん6359、これね、以前1回乾き具合チェックした時、1週間放置してチェックした時にちょっとコンバーターがね、しっかり刺さってなかったのかもみたいな状態だったりするのもあったんで、さらに置くことにしたんですよ。で、それから4週間ぐらい経ったのかな。はい、ということで4週間放置したウィンさん6359使ってみたいと思います。じゃあ1本ずつ、これはね、竹炭、インクはあるな、竹炭が入ってる、色雫の竹炭が入ってます。あー、乾いてる。ちょっとダメでした。4週間ちょっと長かったかな。じゃあこれはエルバンのインク、エルバンのビルマの琥珀が入ってます。なんかだんだん出てきそうな感じの、でもちょっと辛いか。はい、次はこれは色しずくの、よいしょ、冬柿ですね、入ってますね。お、お、これは全然いけるね。4週間、もうほぼ1ヶ月って感じ。まあまだそこまでっていう、まあ大体1ヶ月ぐらいな感じですけどね。これ大丈夫だった。でこれがこれなんだっけ、コスモス、こ、忘れちゃった、コスモス、いや違うな、はい、行ってみます。あ、これもいけるね。これなんだ、これなんだっけ、これこの紫、これなんだ、江戸紫、この色、違うな、これなんだっけ、山ぶどう、これ山ぶどうかな。山ぶどうかな、山ぶどうな気がするな。はい、大丈夫だったね。で、これが、月夜、色しずくの月夜、
丈夫だ。うん、なるほどね。なんとなくこの3本はしっかりインク出るけど、ちょっと色濃くなった、なんか煮詰まったのかな、煮詰まったのかなみたいな、そんな印象もあります。うん、ね、でもこっちの2本は出なかったけど、こっち3本出たね。これはでも個体差なのかな、インクとの相性っていうんでもなさそう。竹炭、これもね、色しずくだし、こっちエルバンでしょ。まあ、うん、エルバンだけ違うけど、うん、ちょっとね、個体差なのかな。うん、ということで、4週間ほど放置した状態ですけど、この3本は出ました。うん、まあでもね、普段使いする万年筆で4週間放置するってことあんまりないんで、うん、まあまあ使えそうな感じですよね。日常生活で使う万年筆としては十分なのかなという気はします。はい、ということでね、ちょっとウィンさん6359、乾き具合チェックしてみました。